見れば見るほどです。はい。さあ、いろんなこのニュースがありますけれども。ええー。 お天気の方が心配ですよね港のチェイさんからいただいておりますが航海を北上する台風十2号の影響で湿った空気が流れて四国を中心に大雨となりましたあっちの方行くのに四国の方がねという、はい、ちょっとこの頃台風は台風ですけどもその影響が離れたところに出てきますよね、はい、うんでまたそのね十一号も追ってきており今後も日本列島注意が必要ということです本日もぐずついた 天気続くよようですよ金子孝之さんからも頂い,いております、黄海にある台風12号の影響で西日本の一部に大雨を降らし、高知県の方では一日降り始めの総雨量が1000ミリを超えた地域もあると、一、うん、日でですよ。ねね え近いところでも和歌山県の串本町で600ミリも降ったそうです結構離る航海の方行ってるから、うん、いいかと思うとこういうことですねもうすでにねそんな影響が出てる、うん、串本でも600ミリ高知県では住民を救出に向かったパトカーが水没したそうですし土砂崩れや道路の陥没など高知県 と徳島県で避難勧告で避難した人たちも約3200人に上るそうで離れたはずの台風でも気を抜くことができませんね。 まだ台風11号が控え皆さんやっぱ12号があって11号の方が、はいね、先に若い方から来るはずですけどもね普通はね、はい、11号が控えております、うん、日本に上陸したら被害が増してしまいそうで不安ですね八ハッチの数の子さんからも観測史上最大だそうですというさっきの数字を挙げた。 あの数字ね、はいえー、それから北近江魯山人さんからも頂い,いております四国の大雨避難勧告、えー、避難指示が55万人に対してそういう、ね、その対象の地域が55万人。はいはい これ避難したわけじゃない。その辺りに出た人たちの対象は55万人と。えー、これまで台風12号の影響で、まだ11号があると、やっぱり12号、11号と。うん、皆さん心配ですよね。EDE さん。必ず台風が来ると、どっかで災害が必ず起こると。はい、本当ですね。うん、あの僕らは、まあこれ、広い地域ですからあの、必ず起こるというふうには思わないけど、ニュースで見たら、 台風ごとに必ず怪我をする人とか、はい、被害を、はい、死者ももちろん出たりするということで、はいはい、これ広い目で見てみると必ずありますね何かね、うん、あるという僕ら個人でするとずっとこのところなかったという人もいるし、うん、大したことなかったねって言われた割にはなんてこともあるかもしれないけど、うんうん、数年前あった人もいるだろうし、うんはい、必ずというわけではないんですがこうやって見ると必ずやっぱり全体的にはね、うん 台風で学校が休みだとのんびりしていられる時代じゃないですねと子供の頃はそういうふうに思いましたですよね。はい、でそのことも影響してくるんでしょうか、えー、こちらの方ですけれども、えー、名前がちょっと待ってくださいあ動物基礎天ぷらさんから頂い,いておりますけども神奈川県のキャンプ場で、えー、神奈川県藤沢市の43歳の会社経営の男性が一家4人。 車ごと川に流され、妻子3人が死亡した事故、これ中洲に車で渡っていく四輪駆動車専用、うん サイトに事故直前にテントを張っていたのはこの家族だけだったということが分かったということですね、はい、日本キャンプ協会はホームページのテント設営の注意点を説明したページで雨などで川が増水してテントごと流される危険があるとして中洲は川底と同じと考えテントは絶対張らないようにと呼びかけているということらしいですね。うん 水がばッと増してきた、これはもう川底になる可能性がありますよ、はいうん、陸地に見えて陸地じゃないかもしれんと。そそもそも持ってくださいとい,、はい、というような注意をずっと呼びかけているのは、 中須らしいですよね山北町というんですかねは別のキャンプ場によりますと事故が起きたキャンプ場の中州は普段から利用されておりまして毎年キャンプシーズン前の5月頃になると土砂を搬入して川の流れで削られた中州を固めて四輪駆動車専用サイトを、えー 補強していて、別のキャンプ場はいつか事故が起こると思っていたと指摘されているところだったらしいですそもそもあんまりキャンプ、はっちゃいけないよって言われている中州をさらに広げて、もっと貼、うん、れますよっていうような、うん、たくさん貼ってんねんじゃないですけど、そういうことをしていたということですか、うん、また、土砂搬入では、神奈川県の土木,土木事務所から2008年以降、6回の行政指導を受けていたことがわかります。うんうん、そういういいこととしちゃいけませんよと いうことで指導を受けていたということで、はいえー、キャンプ場だけでなくて県にも責任の一端はあるんじゃないでしょうか、まあ、指導はしていたけど全然言うこと聞かなかったというのはどうう対処ししたらいいんでしょうねまあそこにでもそうやってねだめですよって言ってあげ要するに把握はしていたっていうことですから、うん、まあ言うこと聞かないっていうのはその聞かない方が悪いっちゃ悪いんですけれども。うん どんどんやっぱ危険な目に遭う人がそこで増えてるわけですから、うん、もうちょっとこう強硬的なことができなかったのかということですかね。多分ね、僕は知らずに言ってもなんですけれども、うん、これ、あの、河川法違反、はい、あの、知多の副団長さんもいただいておりますけれども、川の中捨てキャンプで亡くなった事故、中捨て民誘致なんですね、なかなか、えー、違反行為が、 あったらしいですけれどもということで、うん、あの国有地でも民有地でもいろんなところがあるらしい。はい。中津、うん、という場は。でも勝手に土地の形を変えてしまうと河川法違反になりますよ。いうことです。うん、はい。ただその僕は河川法違反であることは確実ですけれども、はい、これ罰則規定ってあるんですかね。ねあ、あるならば、即それで罰則で罰金いくらとか、うん、ね、た例えば逮捕されるとか。うん 分かりませんけども、それがゆあのなんか、ちょっと民誘致である場合は、拒否されたときに、それをこうどうするっていう権限がなくなってくるいうことですかね、罰金とかね、なんかなければね。うんうん もうあの任せるしかないと,か、ね、ということなのか、ね、没王さんからもいただいておりますが、県の行政指導ってしたな従わなくても営業を続けられるんですねというところですよねえ、それから進撃のオール巨人さんからもいただいております、うん、あっちこっちで言えることだけでも、行政指導に従うような業者なんてあらへんって、だらまあ、うん、本気なら1回で終わ,る終わるよ、6回やっても、無理なら何回やってもだめで、キャンプ場が広がっていくのを黙認するだけでと。キャンプ場 経営者としては一台でも多くね、うん、あの車が来て、そしてキャンプを晴れてくれた方がいいわけですもんね。うん、バスコ一年以下の懲役五十万円以下の罰金。それ適用せんかったん適用なんですか。なんかこの今見るとそういうのがあるみたいですけど、はい、まあちょっと違ったりするのかな。どうなんでしょうね。ま、罰金、うん、あ。 いくこれが当たるような気は見てるとするんですけどちょっとまあまあ法律的なことなので厳密にこれが値するかどうかってちょっと分かなんですけどキャンプ場を広げてたくさん来て使用料もらったら50万ぐらいすぐ回収できるわということであれば悠とやりますよあやろうと思えばね今の談合みたいなもんで結構談合も。 ああれあるけどでもやった方が得の金額的には得ですねな話はよう聞きますもんね言い,い悪い別としてもね。うんうん はい、まあでもそういうことをねあのちゃんとこうやった上でいうこともやりとりがあったんですから、ね、どうなんでしょうね。ヘンゼルはグレテルさん川が流れてくる面積を狭くしたら氾濫しやすくなるのは当たり前だしというのは皆さんもこれ新聞とかなんかで地図を見た方がわかると思いますけども中洲というのは川の真ん中にある陸地ですよね。はい、まあ陸地というか川底になってま、ね、しまう可能性もあるような陸地です。はい、それを分けて水が左右に分けながら、はい、川上から川下に流れて いくわけですよね、はい、で、そこの形を変えると水の流れも変わるんですよね中巣を広げると当然そこの横の川幅は狭くなるので、はい、流れは急になるかなって気はしますね水まくホースをキューと指でやったらピューとあの水が遠くまで飛びますよね、はい、それと同じように 向こう側の岸と中洲をぐーっと広げると水の流れが急狭くなりますから川の流れもうわーっと川が増水するとやっぱ細くなってますからまたその、はい、わーっとこう中洲の方に水がこう溢れてもくるみたいなことも、はい、な,なんとなくまあイメージ的に,中須の方にも来るである場合もあるしその時はそこでキャンプ張った人はあの溺れてしまいますけれども、うん、そこまで来ないにしても水の流れだけは急激にまず行くと。うん 入口に来る前ままで、ね、いろんな変化はありますよ、ね、だ,だからこそ勝手にそうやってやっちゃダメですよっていうルールがあるわけですもんね。そういういことですよね、えー、それから言ってみればあれ干拓事業みたいなもんですよ勝手にやれないでしょ干拓、はい、事業って、うん、自分の土地どん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 中州を土地持ってる人は。はい、あの 得ですよね。どん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 。土地が広げて僕らは、普通の内陸で土地を持ってる場合は、もう自分の土地は広げることはできません。境界、はい、がありますけども。はい、中洲でもしそれがいい。川埋めてしまえんで、ね、よどん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 。3倍、4倍になってきますよ、それ。ギリギリ中洲まで広げられますもんね。そういうことれがいいならね。いいならば。いいならね。うん。それ代わりでもそうやって広げたところは、はい、そこに、まあ、キャンプ場じゃないにしても何にしても、水の流れぐるわーっと速くなって、 渡りにくくなったり水が陸の方にブワーっと来たりとか大変なことにはなりますよね,ねたいろんな意味でやっぱ触っちゃいけないそういうようなところから起きた これは悲劇で、はい、こっち渡ろうと思ったら、まあ、まあ、これは台風の影響かどうか分かりませんけども、水が流れが非常に厳しくなってくる狭いところ、うん、そこで車が横転して、かーっと流れていく、そしてそれを脱出する、しないというようなところで、明暗が分かれてというようなところになるんでだから今回、管理者側はずいぶんちょっとこうあの悪質な感じがしますけれども、利用する私たちはあの、その辺なかなか分からない中で、何を気をつけなければいけないか。 中っ,っていうのはこういう危ないところなキャンプ張っちゃいけないとか、うん、やっぱ川の危険性とか、うん、その辺のところをしっかりともう一回再確認する必要がありますね、うん、私たちとしては。いいね、ヘンゼルアグレーテルさんからも、そのあたりのことをしっかり書いていただきました。